ラノスズキはい、えー、今日の漫画編も引き続き東京大学資料編纂所教授本郷勝人先生をゲストにお招きしていろいろと話を聞いていきたいと思います。先生お願いします。はい、よろしくどうぞお願いいたします。お願いします。お願いします。福<あ>、えー、井さん、えっ、ー、と今日はどんな話を、ね、今日は、はい、あの僕たちは本編で複雑すぎると言って飛ばしました。鬼の乱。ああ、はい、もうせっかく先生来てくださってますんで、はい、ちょっと聞いてみたいなと。鬼の乱。はい。 なえっとねこれは僕ねあの最近になって分かったんです僕もお<ー>あの。つまりやっぱりあの「日本中世史」っていう本をどうしてもやっぱり書きたいんですよ。 一応、お笑い芸人ではなく、僕は一応、日本中世史の研究者の端くれだと自分では思っているので。<laughs> 資料、原産室のトップですからね。いやいや、だけど、それは、お前、テレビとか出てて、歴史芸人だろうみたいに言われちゃうんですけど、実際にはね、中身は、割と真面目な歴史研究者で,で、やっぱり死ぬ前に日本中世史っていう本を書いて死にたい。僕なりのね でその時にやっぱり大事なのは何が大事かっていうとあの歴史事実を羅列したんじゃ意味ないでしょということなんですよ。何年に何が起きました何年に何が起きました何年に何が起きました。 これは読む人もそれからあの教わる子どもたち今学校で教わる子どもたちも一番嫌いますねとも覚えなさいって言われたら嫌になっちゃいますよねどうじゃなくてどういうふうに解釈するのかっていうその戦いだと僕は思っていてあの歴史研究者はやっぱ解釈であの戦わないといけない。なるほどえそれでいうとごめんなさいもう本当に僕小学校中学校で習って以来完全に忘れちゃってるんですけど。 応仁の欄って教科書には何て書いてあるんですかざっくり。だから応仁の欄っていうのは、まあ,あ,あ。 解釈なしでいくとだから1467年から、はいえー、10年にわたって、はいえー、室町幕府の守護大名が、うんはい、京都を舞台に東軍と西軍に分かれて戦いました、うんはい、そういう感じで書いてあるの。うん、おもうそれだけ聞いたらなるほどって感じですけどね。でそれ,に、はい、それがなんで2つの陣営に分かれたかっていうと、はい、足利将軍家の跡取り問題。 うん、それからああまあ有力な大名である畑山も芝、うんうん、こういう跡取り問題が複雑に絡み合った結果としてあの二つの陣営に分かれてしまいましたって書いてあるんですはいはいなるほど、うん、そこまではでよろしいですかはい今の情報はわかりましたでこれがめっちゃ複雑だって話、ね、複雑だしこれあの一番有名なのはその戦国時代がここから始まるって言われてるからそれでなんか応仁の乱でっ、はい、複雑すぎて よよくくわわかんないってよよく言われて言れるやつ例えばあの足利義政っていう八大将軍盆蔵将軍がいるんですけど、うん、これのその後取り問題っていうのはその弟に後を継がせるっていう話だったんですよ。うんはい、でその弟がまあそしたら子供ができちゃってやっぱ子供に後を継がせたいっていう話になったわけですね。うんうん、でまあそういうことがあった時にあの弟を盛り立てていくのが東。 東軍だったんです子供を盛り立てていくのが西軍だったんですよ。ところいつの間にか弟が西軍の方に行っちゃってるとかねそういうことがあるんで複雑だっていう話だったんですね。だけどそれをじゃあ分かりやすく考えるとどうなんですかっていう話になるよっていうことになります。 で、それを考えたときに、僕は実はこれはもうずっと昔からあ関係してるんだろうというふうに考えたんです。うん、でつまりやっぱり、日本中世史っていう本を書くときに、うん、射程が長い考え方をやっぱり持ってこないといけない。うんうん、だから、せいぜいその事件だけ、その戦争だけにしか当てはまらないような解釈では やっぱつまんないないとじゃあそれは武士社会にはどんな争いがあったんだろうかっていうことを考えた時に、うん、僕はあの鎌倉時代の初めから実はその戦いがあったように思うんですよ。うん、鎌倉時代まで。鎌倉時代の初めまである。うん、でそれは何かっていうと源頼朝が関東で幕府を開きますよね。うんはい、でその,あのもん、えっと、キーワードは正統性。 つまり自分たちが新しい幕府を立ち上げた時にその正当性はどこからやってくるのかという問題なんです。俺たちは間間違いなく真っ当ななく人でである真っ当な集団であるる集団という時にどうします例えば皆さんがグループ作って、えー、100人ぐらいのグループを作ったと。 暴走族でもなんでもいいんですけどね、その時に、俺たちはまっとうじゃないって言っちゃうのは一番簡単なんですけど、いや、まっとうなんだということを言うときに、社会的に認知される集団である、ありたいと思ったときに、何をすするかなんでねお墨付きが欲しいですよね、社会的な権威素晴らしい素晴らしいお墨付き でそう考えたのが頼朝なんですよ、うん、つまりこの場合お墨付きを与えてくれるのは朝廷ということになります、うん、からもう一つのやり方としては「いやいや俺たち武力で俺たち暴力で腕力で持ち上がってきたじゃん、うん、俺たち強いじゃん、うんはい、だからお墨付きなんていらねえよ俺たちは俺たちでやってこうぜ」うん こういう考え方の人がいたんですよ。うんうん、だからつまり、あの。自分たちの武力こそが、俺たちの正当性を担保するんだ。ストロングスタイル。ストロングスタイル。ン北との剣スタイルですね。<laughs> あ、そうそうそう、まあ、北との剣なん、<laughs> そうなんですよ <laughs>、うん。確かにね。強いもん勝ちの世界なんですよ。うん、はい。で、うん、あの、そういうその二つの考え方があり。で、頼朝っていう人はおそらく朝廷に認められなきゃいけないぞ、俺たちはっていう。 考え方をしていたので、うん、京都にやっぱり京都と交渉を絶やさずやってたわけね、うん、一生懸命だけど関東の武士たちからすると、うん、頼朝様何やってんのっていうことになっちゃったんですよね、うん、だから結局そこに対立が多分生じて、うん、で結局源氏なんてもいらねえやって話になって、うん、源氏は三代で滅びますよと、うん、でその後結局俺たちは俺たちでやろうぜ 路線のチャンンピオンが北条,義時というか北条氏になるということでまあその北条氏が朝廷とは一線を隠した形で鎌倉時代が進展していくっていう話に多分なるんですね、うんうん、北条氏はだからストロングスタイル側ってことですねそうです強いやつがそうそうそう強いから勝つんだっていうそういう形ですねだけどやっぱ北条氏はすごく賢いのでそれをむき出しにしないんですよ。 だから例えば必ず朝廷から形だけ将軍を連れてくるんですね。うんうん、つまりあのまあ言ってみればコートを着てるわけですよ。必ず、うんうん、コートを着るんだけどコートを脱ぐととんでもないあの何パリピスタイルになっちゃうんですよ。<laughs> パリピスタイル。<laughs> なるほど。<laughs> そうそれが方丈士なんですよ。 だけどねパリピスタイルだけどそれで例えばドドレレススコードがあるレストランには行けなないいじゃないですか,、うん、だからそうするとたまにまあレストランで飯食いてえなと思った時にはそのジャケットを着てそれでそのジャケットがやっぱり朝廷からやってきた偉い将軍さん。 ということになるんですね権威をうまく借用しつつでも本質は実は腕力第一って、うん、そういうふうに考えるとやっぱりあの鎌倉と京都っていう距離感っていうのがすごく重要になってくるっの分かっていただけると思うんですけどそれが結局室町幕府ができた時にね、うん 実は問題になるんです足利尊氏っていう人が室町幕府つくんですけどうん、うん、足利尊氏は京都で幕府をやろうよ幕府開店、うん、京都でやろうよ、うん、でところが弟の忠義は鎌倉で幕府やろうよつまり 俺たちは結局実力主義だからだあの京都まで行かない方がいいんじゃないのっていう、うん、そういう考え方だったんです。うんうん、でこの2人の考え方が結局日本列島を二分する官能の情乱というものになるということになるんですね。でまあそれで結局あの勝ったのは兄ちゃんつまり京都で一旗あげよう。うん っていう人たち、うん、要するに言ってみれば鎌倉っていうのはやっぱりいろんな意味で、えー、遅れている地域だったから、うん、だからまあ150年かけて実力を蓄えて京都に殴り込みをかけた、うん、あの足利尊氏は、うん、そういう考え方でいいと思うんですね。うん、なるほどでまあ尊氏は京都へ行ったわけですね。はいはい、でその時に鎌倉時代の初めの2つの流れが顔を出した。要するに、うん その時にあにどうしたかっていうと、足利尊氏系の人間っていうのは京都へせっかく行ったんだから、もうこの際、朝廷ともう一つになっちゃおう。この場合、だから朝廷をもう取り込んじゃおうっていう人たちがいた、うん、一方で、いや、俺たち幕府、武士は朝廷とはやっぱり一線を隠すべきだっていう考え方をする人がいた。それが忠義グループ。うん、で、尊氏グループの、えっと、系譜を引く人が、 あの三大将軍足利義満を育てた細川頼之っていうやつだったんですよ。うん、で多分この細川頼之がよしそれじゃあもう朝廷をまるっと飲み込んじゃえっていう法線を出してくるわけですよ。うん、で自分が育てていたまあ足利義満のじだったわけねあの細川頼之は。だからその三大将軍足利義満のじだったからあ足利義満を教育して。 え、あんたはあの武士だけじゃなくて、貴族としてもあの通用するようなハイブリッドになりなさい。つって教育をしたとで、結局その足利義満は見事にそれを成し遂げて、うん、あの調停を全部吸収しちゃったということなんですね。うん それで細川さんはまあ安心して死んでいくわけですよ。だけ、うん、そのやり方っていうのにあの我慢ならんって,ってやっぱり武士と朝廷はそれなりの距離を取るべきだっていう人たちもいたそれがあの一番筆頭が芝それから、うん、あその仲間たちっていうのが山名、うん、それから大内時、うん、こんな感じなんですね。 ちょっと距離取るべきだっっていう考え方だだたから義満は足利義満はもうあのそういう意味で言うとあの次々に有力守護大名を潰していったっていう話が教科書にも出てるわけですけどうそうするとその自分の方針つまり足利将軍家とはあの朝廷を吸収しちゃうっていう考え方を取らない守護大名を潰していったんですよ。反対勢力をね、うん反対勢力 大うん、をち時これが次々に潰されていくわけですねただね問題なのは潰すってってももうゼロにするのはちょっと無理なんだな。うん、足利将軍家は割と弱っちいんでゼロにはできないだから銃の力を2ぐらいにするっていう形で叩いたわけね でそれが結局ずっと引き続き応仁の乱につながっていくわけですよ。応仁の乱って東軍の、うん、えと総帥は細細川川でしょとその仲間たちなんですよ、うん、で西軍は本当はね芝とその仲間たちにするなるはずだったんだけど柴、うん、家が駄目になっちゃったんで、うん、これは自分で駄目になっちゃったんで、うんうん、山名とその仲間たちになったんですよ。 で、この山名って、結局足利義満に潰された人の代表なんですね。うん、で、その山名とその仲間たちの中には、大内がいて、時がいるんですよ。よ、うん、だから、要するに、西軍で一生懸命戦ってた人っていうのは。足利義満に潰された側なんですね。うん、ははあの、要するに、足利義満と細川頼行に潰された側が西軍になっていく。で、東軍は、その細川頼行の子孫たちが。 中心になって、えー、細川と一緒に政権運営をやってた美味しい汁を吸ってた連中が当軍なんですよ、うん、だから僕の理解で言えばこれは鎌倉時代から始まってる戦いであってそれからあの将軍の後継ぎ問題とかそういうのはあんま関係ねえよって話になっちゃう、うん、なるほどきっかけにはなってるかもしれないけど、うん、その二大派閥の戦いだったわけですね朝廷との距離感を、うん どれぐらいい取るべきかみたいな自分たちの正当性は何かっていうところから発生した2つの派閥が戦ってい、うん、いや分かりやすいた<ー>、はあ。ただしあのそれで結局応仁の乱っていうのは10年ずっと続いてあんまり一生懸命ではなくて適当に戦ってたわけですよね。うん、でそれれででってみれば京都で 集まって何かするっていう方法論にもうみんな嫌気がさしちゃったのでうん、うん、じゃあもう俺帰るわっつってそれでみんな秩序を担うべき大名たちはみんな自分の国元へ帰っちゃうわけでしょ、うんうん、でだからそこであの要するに鎌倉時代からのずっとあった朝廷とどうだっていうその 漢字っていうのはもうそこで完全に終止符が打たれ要するに朝廷って中央じゃないですか中央の時代が完全に終止符が打たれて地方の時代に移っていくそれが戦国時代だっていうそういう形ですよねすごいわかりやすかったねなるほど僕でもわかったすごい。それならよかったねめっちゃすった。はい。なるほど 確かにその朝廷とどういう距離感を取るべきかみたいなところめちゃくちゃ難しいですもんね。うんうん、そううだと思うんですよね、うん、でそれで切磋琢磨してまた天下統一っていう話になるわけじゃないですか。うんうん、でその時のもう朝廷っていうのは言ってみればありてなきが落としっていう。うんうんうん あるんだかないんだかわかんないような状態なわけですよ。だからやっぱそういうことからすると、その時代の朝廷を過大評価したいっていう動きには僕は反対になっちゃうはざるを得ないのるほどなるほど。ほどうん、え、大仁の乱の後にやっぱ朝廷は一回はこうめちゃくちゃ権威を発行できるところになったわけですよね。あ、もう朝廷はだから足利義満に乗っ取られて以降は、うん。 たただただずっと下降線っ取られることでお墨付きを発行する権威みたいなものは落ちていくんです、ねうん、そうですだから言ってみればそ,そ,あのそれはだから一番それを象徴するのが日民貿易ほう、うん、で日民貿易で民の皇帝が日本国をつって呼びかけているのは天皇ではなくて足利義満ですからね、うんは そこのある種まあ一体化することで利用しようとしたというかその鹿が吉光が一体化することによって権威のもとにしていた朝廷の 権威も落ちててるるっていうことになるんですかあいやいやそうじゃなくてだから足利義満が最大のスポンサーになったわけですよ朝廷を抱え込んでそうすると朝廷の貴族たちは自分でやらなくても義満が食わしてくれるわけですよだからもうじゃあ義満さんお願いしますってなっちゃったわけねそれってもう堕落するもう第一歩でしょうそうすることによって、えっと、朝廷全体の権威自体が 全体で見たら下がっていってるってことですよねで。そうですね。足利義満と結びつくことによって。朝廷独自職って出せなくなっちゃってるわけね。うん,う,んうん。うん。うん。天皇なり、朝廷なりっていうのがもう足利将軍家抜きには。何もできない状態になってるっていうことなんですね。 だけどあの、足利義満が欲しかったのは、その朝廷の実力っていうこともあったんだけど、うん、やっぱり千年の伝統だから、だからそういう意味で言うと、足利将軍家はそういう正統化をがっちり手に入れるし、うん、だけど、その目に見えない正統性みたいなものを手に入れるわけですけど、朝廷の力はもう。 ただ、ひたすらマイナスになっていきますよっていう話になるわけです。うん、まあ、スポンサーが武家になったからっていうこと、ね、なるほどですね。なんかそこが皮肉やなというか。<laughs> 日本って中国の王朝と違って、その液性革命っていう、そのロジック使ってないっていうふうに認識してるんですけれども、うん、なんで日本は革命っていう概念があんまり使われないんですかね。うん、あのー、それはもう本当に。 いい質問というか本当に的確にポイントをついてらっしゃるなと思うんですけどやっっぱ天っていうう概念が違うんですよ、うん、要するに天っていう概念が明確にある中国と、うん、その天っていうことをすごく意識するんだけど明確じゃない日本っていうのがあるんですよそれは何かっていうとあの中国の天概念っていうのは割と一神教に近いらしいんですよ。 うん、だから天って言っても天帝っていう人格を持ってるわけですね。うん、そうですね概念ありますよね、うん、概念として天帝っていう概念があってその天帝が天子つまり天帝の子としての子供としての皇帝に地上のことは頼むぞっていう形で、えー、付託をすするわけですはい、はい、だからそのあたりっていうのはまさに実はキリスト教の骨格と似てるんですよ。うん、確かに でところがね日本はね天っていうものをやっぱものすごく意識するんだけど、うん、お天道様っていう言い方になるわけです。うんうん、でそれはね実はねあの道徳率になってしまって、うん、お天道様が見てるから盗みを働いてはいけないとか、うん、お天道様に恥ずかしい行いをしてはいけないとか、うん、そういうことにはなるんだけど信仰の対象にはならないのね。うんうん で中国の場合はだから天が付託して、えー、皇帝の家が続いていく。でだから皇帝の家が駄目になっちゃうと天は新しい意思を違う名字の人に伝える。ということで液性革命が起きるとで。ところが日本の場合はそういう天っていうものが。 明確な人格を持ってないから、別にあの天の命令っていうのは誰かに降りるわけではないわけですよ。だからダラ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 続いていくって、そういうことになる。面白い。<laughs> だから、そういう意味で言うと、中国の皇帝は一人の初代の皇帝が、まあ、天のそういう意思を受け継ぐじゃないですか。<laughs> その意思を子孫に伝えていくためには、絶対に他の家の血を混じ。 から行けないわけですね。だから、中国の場合は高級制度っていうのが厳密に作られるわけですよ。うん、で、えっ、ー、と。そこにはもう女性だけの社会で世界で、うん、そこに入ってくる。男の人はまあ、生殖器を切らなきゃいけないわけね。宦官宦官にならなきゃいけない。はい、そういう世界でしょ。 まあ日本の場合はそういうものがあ実は血のつながりっていうのはあんまり意識されてないのね。うん、だから万世一系っていうのは実は明治になってから言われるフィクションなんだよね。うん、<laughs> そこを話すとねまた長くなるから。<え>まあ一応 <laughs> これ。はいはい。だから、うん、あの日本のそういう女性奥方の世界っていうのは江戸幕府は王奥っていうのを作るわけだけど、うん、あの天皇の方はそういうの作らないんですよ。うん だから日本のやっぱり文化の中心には恋愛があるんだよね、恋があるんだよね、だから日本の場合はその男女のことっていうのは、すごくおおらかなのね、だからその恋を邪魔するやつは野暮なやつで、だからそれは天皇といえども一緒なんですね、だから女性と男性の交わりっていうのは、割と緩い、それを管理するっていう発想はあんまないんですんなるほど。 だからそこがね、あの、液性革命がある国と液性革命がない国の違いになってくるわけで面白ああ、面白いな。はあ、面白い。なんか 中国、まあでもやっぱり滅ぼしちゃったからそういうロジックを後付けでやってる感じもあるんですけどなんかそうなんですよあのまさにその通りで、うん、えっとだから前の王朝を滅ぼしちゃうわけでしょ、ね、それはだからその正当性どこにあるかっていうと天が正当性を与えてくれるわけね <laughs> そうせざるを得なかった感じがします <laughs> 求めるしかないですよね外部に <laughs> そうでだからあの中国の場合歴史の編纂っていうのはあの滅ぼしちゃった責任があるので 前の王朝の歴史の編さを後の王朝がやるわけですよ。うんはい、で、それで前の王朝の歴史はこうだ。こいつらこういうふうなことをやっちゃったんで、天の意思を失ってしまったんだ。うん、だから俺たちは正しい。うん、これが歴史の編さのあり方。うん、だから笑っちゃう、笑っちゃいけないのかもしれないけど。 実は、清っていう、日清戦争をやった清っていう国があるでしょ、うんはい、あの清の歴史を中国共産党が一生懸命編纂してるんですよ。あらしいですね。なんか聞きました。で、だからこの間、諸行が上がったっていう話があった。<laughs> 今やっと諸行上がってきたんだ。<laughs> 面白いね。<ー>最新の歴史書だ。<laughs> うん、最新のだから清の国の歴史って共産党が一生懸命編纂してるんねなんで滅ぼされたことになってるんだろうな、じゃあ。うん,うん、なんでしょうね。見てみたいですね。すね生態棒とからへんが。 <laughs> でもね芯はだけど実はメイ君がすごい揃ってるからね、うんうん、あ滅びる必要ないのかなと思っちゃうけどまあまあそれはそういうことなんですね。 だから逆に言うとあんまり血のつながりにあんまりねこだわってなかった日本の方が万世一家に結果論としてなっちゃいましたって話なんですね、うんうん、なるほど今話もしてその天帝の存在とか天使から授かったみたいなものって因果関係で言うとそれがあるから中国は滅ぼし合ってるって捉えることもできるし、うん、滅ぼし合った後にそれを説明づけるために後からそういう天帝とかいう概念をつけたとも 取れるね。可能性もあるし、ね、だから因果が逆になったりする可能性が余裕であるってことですね。そうですね。うん、うわあ、やばいですね。何を信じていいか分かんなくなる。<laughs> だからあのー、だから一つの考え方だ <laughs> と資料としてあの大、ー、体、うん、万世一系っていう言葉自体がないのね。うん。 あの天宗一松っていう言葉を使うんですよ。で、それは後醍醐天皇のブレンーンだった吉田貞夫さんなんかは。うん、日本は天宗一松であるあ。天宗一松。天宗一松ってどういう感じ。うん、天宗一松って天地の天に沿ってね、な、うんつったらいいんだろう示す辺に。あの。作るっていう字の右側を書く。で、一松は一つの種。 うん、一つの種って書いて、一生って思うんですね。はあうん、で、だから、言葉はもう万世一系でいいと思うんですけど。あの、まあ、あ天祖一生だと、うん、えー、吉田定房は言うんだけど。天祖一生、だから、素晴らしいではないんですよ。うん、あの、まあ、明治時代だったらう、うん、うちの天皇家は万世一系、だから、素晴らしいってなるんだけど。うん、吉田定房、なんかは、天祖一生だから。 ダメなんだってくるんですよ。だから全く百八十度解釈が違うもん、ね、<ー>だからそういうことがまあその辺の話っていうのはまたあいくらでもできるんだけど、あ、うん、まあそんなもんなんだな。なんか結構地よりも家の方を大事にしてるっていうのは結構日本人からしても意外だと思う人多そうですよね。うんその通りです、ね。地を大事にしているイメージありますもんね日本人って。そうか、ね、確かに、ね。うんうん、だけど実は家なんですよ。えー 家がとっても大切、うん、だから、OK、用紙はオッケーっていうか、うん、あのウェルカム、ね。そうですよね。用紙入れまくってますもんね。うん、本当。うん、そう、そうだよね。まあ、だからね、考え方としては、用紙ウェルカムなんだけど、それを、だから、無理やり、理屈をつけるとすると、いや。 一番の大ボスの天皇家が万世一家だからだから他の家はもう養子でもいいんだっていう考え方は一つあるんですよ、ね。うん、けどそうじゃなくてまあ天皇家も実はだから養子ウェルカムでもよかったのかなっていうそういう考え方をする人もいるかもしれない。だから基本的にだからあの実は「源氏物語」がそうなんだよね。うん 源氏物語がわ,わかる要するに源氏物語ってさ基本的に光源氏っていう主人公がいるじゃないですか、うんはい、あの人天皇の息子さんでしょ、うん、でだけど大事なのは親戚に降下してるんですよだから要するに皇族やめちゃってるんですよだからそれで言うと源頼朝や平の清盛と変わんないんですよああそういうことが、うん、光源氏が皇后と藤、まあ、坪の女房っていう人と 三通するわけじゃないですか。はいはい、で、子供ができるわけじゃないですか。うん、あの光源氏の子供が生まれる。で、その人が次の天皇になるわけでしょうん、うん、だから、<ー>一般人が実は天皇になってるっていう話なんじゃないですよ。なるほど、なるほど。確かにそうだわ。ところが、それを読んでる貴族たちは、これは不敬罪だとは言わないんですよ。 これはまあ,あるよよねっていう話になっい話なや面白いですよ、ね、違うな確かにでも中国の方が圧倒的に血に対してこだわりがねあるよね厳しい気がしてるのは隋、うん、と唐が親戚ですよね隋の王朝の人たちと唐の王朝の人たちって親戚なんですよね<ー>いとこかなんかね確か李縁と煬帝って。 うんうん、いとこなのに王朝交代するんかいって日本人からしたら思うんですよねだってそれって天皇家だったら絶対交代してなくて同じ天皇家ですよねみたいになるからですね本当だだからすげえ厳密なんだなと思っててうん、うん、確かに僕も思いましたそれで万世一系とか行ってずっと王朝続いてるって言い方の問題だよねって思いますよねその確かに全部そう言ったらそうなるだろうみたいなところはあるんですよね。うんうん、あ一応言ううとと血は本当に生まれたかどうかどをを重要視するってことで家 は、そのフレームの中に入れば、もうみんな一族だよという考え方で。その通りです。その通り。血が繋がってなくてもですね。究極。ということです。容姿でもいい。だから、容姿オッケー。容姿オッケーです。あ、本当だ、でも、そう、ちょうど側転武功でね。聞いたばっかりの話なんですけど、今の。本当だ。一個にしとけばいいのに。そうなんですよ。わざわざ名前変えてるんですね、そこ。そうですよね。はい。ということで。ちょうどいいですね。はい。はい、ありがとうございました。すごくわかりやすい。大仁の欄の説明。 はい、でしたね本当にいやありがとうございましたということでえー、今日は以上ですかね、えー、次回も引き続き先生にお話を聞いていきたいと思います,、はい、いますありがとうございましたありがとうございます